オスカル・フェルディナント・カジミーロ・ビチ・グリッペンベルクはロシア帝国の軍人。トルキスタン遠征、ロト戦争に従軍したほか、日露戦争では国交大改戦での攻勢で日本軍を窮地に追い込んだ。バルトドイツ人の家庭にサンクトペテルブルクで生まれる。軍歴の最初は1854年のクリミア戦争への従軍。1863年64年。 ポーランド反乱鎮圧に従軍。1867年から中央アジア遠征に従軍、ブハラ攻略戦に参加。1870年、第17狙撃兵大隊長。1872年、第2この絵狙撃兵大隊長。1877年のロト戦争に、モスクワコのエレン隊長として従軍、孤立無援な状況で、 トルコ軍の度重なる反撃を撃退して、武名を挙げ、受訓多数。1888年、この絵第一不評師団第一旅団長。1890年、少々に昇進しこの絵第一不評師団長。1900年、中将となり、第六軍団長。翌年から、ビレンスク軍管区司令官。1904年に、日露戦争が始まり、ロシア軍が、 徐々に北方に追われると、ベテランの将軍として、反抗を指揮するべく11月に満州に派遣された。軍を越兵して、自信を深めたグリッペンベルクは、交代は許さないと訓示して、全軍で反転攻勢に転じるつもりであったが、実際は、ロシア満州軍総司令官、アレクセイ・クロパトキンが依然大きな指揮権を有しており、全軍の一部の第二軍の指揮ができたのみであった。 国間と補給の不足で戦線が停滞していた中、1905年1月25日に、グリッペンベルクが渋るクロパトキンを押し切って開始した。構成は日本軍を窮地に追い込むが、1月29日になって、突然、第二軍は退却を命じられた。この戦いの後、グリッペンベルクは、病気を理由に本国二次ダ田ン皇帝ニコライ二世により返し真意を尋ねられると、 無制限の指揮権が与えられなかったことへの恨みを上申した。ニコライはクリッペンウェルクに帰国を許し、感謝の意を述べた。オリシも、ロシア本国では、地の日曜日事件が発生して世情が騒然としており、共産主義者たちは将軍同士の不和を政府の無能の結果として攻撃した。サンクトペテルブルクに帰還直後の1905年6月に、 不評相関に任命され、不評の射撃装填改正に力を入れた。しかし、健康状態が悪化したため1906年3月23日をもって退役。1908年にクロパトキンが出版した日露戦争についての解雇録の内容に関して、責任の所在をめぐって彼と上上で論争を繰り広げた。1914年7月まで数密議員を 勤める。1915年、サンクトペテルブルクで死去し、チャールス・コエセローの墓地に埋葬された。77歳坊津。ありがとうございます。